今日は2018年7月6日12時28分ですね。今日は朝日新聞持ってきませんでした。朝からニュースで、オウム真理教の麻原彰晃死刑囚、松本智津夫死刑囚が死刑執行されましたという話で、報道されてますんで、そのことについての、まあ、前から同じコメントをしてますけども、コメントしたいと思いますね。まあ、7人死刑執行されたということですけども、非常に私は嬉しくないやね。被害者意識に考慮して、まあこの人たちに殺された家族がすごい腹立ってしょうがねえから、その人たちの留飲を下げるためにも早く死刑を執行しなければならなかった、なんていうことを言ってるんですけどね、全くね、非建設的極まりないやね。この遺族の中にもちゃんと松本死刑囚がなぜああいうことをやったのか聞きたいという人もいるわけですよ。そういう声は無視してね、この松本死刑囚からちゃんと話を聞きたいという意見と、こんな話は何にも聞きたくない、殺してしまえという意見と、どっちが建設的か、将来のために役に立つかということですよ。殺してしまって何の役にも立たない。まず第一に、再発防止のためにこの死刑を執行することが役に立ちますかという話ですよね。再発防止なんていう観点はまるでない。今日もまあ、朝のワイドショーでこれ取り上げられてましたけどね、なんか再発防止のためにはこのマインドコントロール仕組みをちゃんともっと解明した方が良かったんじゃないかという意見はほとんどなかったね。なんかそういうこと言っちゃダメだというふうにお上から言われてるんじゃないかというぐらい、みんななんかそういうことを言わないようにしてるように見えましたね。まあ、あのディープスペクターというのが、マインドコントロールというのは、まあ、他の宗教団体でもあって、このカルト集団によるテロ事件というのは他の国でもあって、どうなることだろうという話をしていたけれども、それでもそのマインドコントロールの仕組みを解明するためにちゃんと調査をすべきだったとは言ってないよね。まあ、私はね、これある意味ではその国家権力による隠蔽じゃないかという気がするよね。で、今の日本の国家権力というのは国民がより賢くあってほしくないと思ってるんだな。マインドコントロールされやすい国民であった方が都合がいい。なぜなら自分たちがマインドコントロールしたいから。分散複合体が金儲けをできるようにするためにはですよ、国際的な危機を煽って北朝鮮が危ないぞとか煽ってですよ、軍事力を高めなきゃいけないって言って戦争をやろうというのを煽り立てて、戦争をやってくれた方がありがたいんだよね。今はまだそこまでいかない。それだって緊張が高まったはずで、高い戦闘機とかイージス・アシュアとかすごい高いものをどんどん企業から買ってですよ、軍産複合体はまあ大喜びというような状況があるわけですけど、さらに一番ありがたいのは戦争が起きることなんだよね。でそういうふうに国民を持っていくためにはですよ、その時の風潮に乗せられやすい、マインドコントロールされやすい国民の方が都合がいいということだよね。だから国民がこのカルト教団に限らず、政治的なセクトにしてもですよ、あるいは国家権力に対してからです、今まで歴史の中でマインドコントロールされて、やっていいことと悪いことの判断ができないくなることはいっぱい繰り返されている。だからそうされないためにはどうすればいいんですか。マインドコントロールというのは人間の陥りやすい弱点ですよ。そういうことをちゃんと研究して教育の中でやんなきゃいけないんだよね。でも今までマインドコントロールされないための教育を見たことも聞いたこともないよね。やりたくないんだね、権力は。文科省にしてお役人さんたちはマインドコントロールされやすい人たちがいっぱい日本中に満ち溢れていた方が都合がいい。ぼーっと生きてるアホな国民がいた方が、なまじいろいろものを考えて反対だという人間がいるよりもやりやすいってことだね。情けない話だけどね。
もうだからそれが私はこの国家権力がですよ、麻原彰晃を殺しちゃった一番のポイントのところじゃないかと思いますよ。早川死刑囚っていうのが弁護士だか何だかに出した手紙っていうのが今日公表されてますけども、言ってることはもっともですよね。だからなぜこういうことが起きたかちゃんと解明してほしいと。で、裁判所で自分が聞かれたことはね、要するに会社の中とかで上位下脱の仕組みと同じようなもんで、オウム真理教の信者が麻原彰晃の言う通りに命令に従ったのは本来は自分でそれを判断して拒否すべきだったというようなことで結論付けられてしまっているけれども、拒否できなかったんだと。なぜ拒否できなかったのかということが全然解明されていない。半端なことじゃない命令なんですよ。人をたくさん殺してこいって言うんですよ。そういう命令に拒否できなくなるような心の仕組み、そういう命令が出された時に人間がそれを拒否できなくなるような心理の解明、そういうものこそなされなければまた同じことが起きますよという話なんだね。だからオウム真理教のようなカルト集団というのは世界中にいっぱいあるわけです。オウム真理教だけじゃないわけです。今までいろんな外国でですよ、銃撃戦をやったり集団自殺をしたりいろんな問題を起こしているカルト集団いっぱいあるわけです。オウム真理教だけじゃないですよということを忘れちゃいけない。これからも似たようなものとかタイプの違う新しいものとかがどん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 出てくる。出てくるときにマインドコントロールを多くの人たちがされる、その仕組みというものを明確にしなきゃまた同じことが起きる。すでにオウム真理教の生き残りの人間がやっているカルトは信者の数を増やしてるんだよね。あんだけひどいことをやってそんなところに入るやつはいないかって言うと、いるんだよね。だなぜ入るのか、どういう説得の仕方で、やると理性も知性もあるような人たちが入っちゃうのか、生地突っ張ってるような、生地、変なグレてるような矢さんみたいなのは入らないんだね。真面目な人が入る、かえって能力の人が入る。まあ、そういう仕組みをですよ、ちゃんと解明してマインドコントロールされない、マインドコントロールするときにはどういうふうにすればいいのか、この早川さんって人が手紙の中でも言ってましたけどね、我々はマインドコントロールされちゃった、なぜされたかという、そういう自分が体験したことは語られるけれどもですよ、マインドコントロールしたこの松本彰晃、朝原静夫の言葉は我々からは語られない。なぜそれをしたのか、そんなものが全部隠蔽されてしまったんだよね、今度の件でね。私はけしからんと思いますけどね。だからこれからもですよ、このマインドコントロールに対する考え方というのは、ちゃんと我々が認識してですよ、政府に国家にですよ求めていかなきゃいけない。教育の中で人がマインドコントロールされる時の心の動きなんていうものを解明して、こういう働きかけがあって人間の心理というのはこういうふうに変わっていって、正常の判断ができなくなって、一般的な良識や常識ではありえないようなことを知ってやってしまうような心理の変化というのはこういうふうに起きるんだよ。多分研究者の中ではある程度分かってるはずですよね。しかしそういうことを教育の中で言わない、一番重要なことなんだよね。繰り返し言いますけども、政府や国家権力がそういうことをしないというのは、自分たちがマインドコントロールしてですよ、権力の言いなりになるマインドコントロールされやすい国民の方が都合がいいからですよね。だまじしっかり物事を判断できて、ああこんなことやったら大変なことになるのと判断できるやつよりも、何も分からなくて言う通りにしてしまうアホの方が都合がいいんですよ。そういうことですね。本当に腹が立ってしょうがないけどね。でもマスコミもそうだよな。情けないよね。ちゃんとそういうこと言わないよね。
まあ、言ってしまえばですよ、原発に対してテロが起きたらどうするかというのをみんなほとんどの人が言わないというのも、ある意味私はどっかのマインドコントロールが効いていて、そういうふうにみんなが反応しているとしか思えないけどね。でないと合理的な説明ができないもん。なぜですかということがコロコロ変わるし、自分の主張の理由というのはもう全然統一性がない。そういう理由で原発にテロはありませんよと言い張る人たち、それが一人や二人じゃなくて頭のいい人たちまでがやって言い続けて反省しない、まあオウム真理教の信者さんたちと同じですよね。だからこういうことが解明されるのが嫌なんですかね、国家権力としては、ということです。Thank you.